はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。新緑部集支援です。さあ本日なんですが、皆さんソロモード、マサディエルのソロモードって遊んだことございますでしょうか。まあね、やったこともやったことない方もいらっしゃるかなと思うんですけども、ソロモードに存在してるデッキをちょっと魔改造するという企画を今現在進行しておりまして、まあ、魔改造するのプラスちょっと自分が触ったことないデッキをちょっと触ってみたいなというのもありまして、今日作ってきたデッキ、みんな大好き6部衆これ、ね、実はね竜実況チャンネルちょっと取り上げたことがなくてですね、今まで自分自身触ったことがなかったんですね。でちょっと今回真面目に6部衆デッキ考えてきたんですよ。6部衆って何するかっていうねデッキなんですけども、まあやっぱり、まあ、有名なカードでいうとこの制限カードの6部の門っていうカードですね。これ6部衆が出るために2つカウンターが置かれて、でカウンターを取り除く効果がこれ名称しての対地制限がない、対地制限がなく使えるよっていう、まあ、カウンターがあればありったけ使えるよっていう効果なんですよ。で4つ取り除くと自分のデッキ墓地から6部衆を回収できるっていう効果がありまして、この6部の門でこの祈願とか支援っていう6部衆がいる状態だと特殊召喚できるっていう効果が持ってるモンスターを無限に回収して無限に展開してくるっていうデッキなんですよ。まあ要は超展開系デッキなんですね。でまあ6部衆だけでもまあもちろん展開できはするんですけど、実はね6部衆最強初動が実は今マスターデル解禁されておりまして、このミッシング X セイバーインボーカーさん、この人ねデッキから地属性の10戦士か戦士出してこれるんですけど、これねキザルとか特殊召喚しながら戦士2体になってなんかイゾレとかできるんで、これね圧倒的6部衆モンスターなんですよこれで、これレベル3のモンスター2体出せれば初動になるんで、これねベイコマックスっていう最強カード、これがね6部衆最強初動になっていました。はい、まあこれ以外にもレベル3をね2体並べるギミックであればいいんで、なんかセアミンとか今回緊急テレポートとか入れてるんですけど、レベル32体並ぶだけで6部衆展開がまあ可能になってまして、で6部衆ってねカウンター置けるカードなんかめっちゃあるんだけど、これ発動しとくとね本当に無限に展開できるんですよ本当に。で今日はその無限展開を使って制圧していく盤面を作っていこうと思ってます。これね先行アンケルもできるんですけど、6部衆これね先行アンケルする時の難点がありまして、時間が足んないんですよ6部衆って無限に展開できるんだけど300秒しかないマスターデュエルの持ち時間ではね回しきれないっていうのがありまして、あまりにも展開力がすごすぎてね、逆にだからその無限ループとかできるんですけど、それやると300秒で足んないんで、今回はちょっとワンキルじゃなくて普通に制圧する方、制圧する方だと結構ギリギリ300秒で回せるんで、ちょっとそれを持ってきましたんで、早速ですねこの圧倒的にソロモード魔改造型6部衆デッキ分配していきましょう。6部の門というパワーをね、6部の門というカードのパワーを皆さんにお見合いしていきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ戦国時代デッキってやつをちょっと皆さんにお見合いしていきましょう。ちなみに多分これ僕チャンネル史上でも触るの初めてです、このデッキ。ちょっとソリティアむずそうだなと思ってずーっと敬遠してたんですけども、ソロモード魔改造する、企画を今動画化しておりましてですね、まあそれの一環として、まあ触らざるを得ないかなということですね。ソロモードデッキって多分いくつかね存在してると思うんですけど、ソロモード遊戯王マサディエルのソロモードに存在するデッキね、まあいろんなね面白いデッキがいっぱいあるんですけど、やっぱね中でもやっぱこのデッキはねかなりやばい動きができるというところで、ちょっとそれをねお見合いしていこうかなと思ってます。で多分これ冒頭の多分デッキ解説とかのところでも説明してるとは思うんですけども、多分ですけどこれワンキル先行ワンキルも理論上可能なんですけど、このデッキ時間足んないんだよね。マスターデュエルってさ自分の持ち時間で300秒しかなくて、多分ね先行ワンキルするときにソリティアするの多分ね300秒じゃ全然足んないんだよね。倍あったらギリみたいな感じなんですよ正直このデッキやばいでしょ。無限にソリティアできるんだけど、まあ無限ループするから時間が足んないという都合もあって、ちょっと僕は制圧型にしてますけども、はい、よかったらね時間の許す方は、先行あと超回すの早いという方は先行ワンキル
ムーブをしていただいて、構わないのでそっちでもどうぞと言ったことですね。で6部衆の軍、大将の効果手札を1枚墓地に送ることによって6部の門を手札に加えていく。最強制限カード。さあ6部の門を発動。ちなみに6部の門というカードを皆さんご存知ですか。6部衆モンスターが特殊召喚されるたびにカウンターが2個置かれてカウンターを4個取り除くとなんか墓地か、デッキから6部衆モンスター何でもサーチできるっていうガチぶち壊れカードです。さあこれでキザルを、特殊召喚してキザルちゃんの効果をもう一回発動していく。これはまあ正直何でもいいんだけども召喚権俺使ってねえからこのフーマでいいか。そんでちなみにこれ6部の門はねどっからカウンター取るのでもいいんでこの6部衆の軍6部の6部衆の軍大将がカウンター乗る効果あるんですけどまあこっからカウンター取るのでもいいです。まあこれはちょっともうちょっと後でやりますけど。でキングデンプシーの効果を発動。デッキからレベル1の繊維作炎属性モンスターを手札に加えるという効果ありますのでこれでリナルディングを手札に加えます。オッケー。そしてリナルドを特殊召喚で、リナルドは特殊召喚成功時に効果発動して自分の墓地から装備カードを手札に回収できますのでリビングフォッシルを回収。そしてリビングフォッシルの効果を発動。リビングフォッシルはキザルをね特殊召喚できますね。キザルを特殊化するとまたカウンターがポンポン乗っていく。キザルはこれ効果もこうなってるんで大丈夫。あれだなこれ先にもうどんどんこれカウンター2個までなんだよなこのさ結束のカウンター2個までだからちょっと早めに使っていかないといけないのこれね。バスですわ。支援の道場っていうカードはね無限なんですよカウンター乗るの。ちょっと結束がなんか2枚までなんで。はい、でシエンちゃん出していく。来ました最強モンスター。デュエルリンクスというゲームではこのモンスターが強すぎてヘイトをめっちゃ買っていました。そしてこれで影6部衆キザンを手札に加えていく。そしてキザンの特殊召喚でさらに、カウンターが乗っていく。でさらにキザン出していく。キザンの特殊召喚はちなみに6部衆モンスターがいればいつでもできるという話ありますので、はい、無限です。そしてこれでまたカウンターをめっちゃ取り除いて今度はなんか6部衆の師範というかこいつも、まあ単一制限なくて6部衆がいれば特殊ができるってモンスターですね。はい、で、ダイガスタエメラルを一応出しまして、まあ、ここ正直何でもいいっす。でランク4でなんか強そうなモンスターであればこれぶっちゃけマジ何でもいい。ここ、まあ、一応ドローできるからこれにしてんだけどこれじゃなくても別にいいんだよな。なんかアドバンテージ稼げるレベル4 のモンスター2体で作る汎用ランク4とかだったらそれでいいです。はい、ここはなんかお好きでどうぞ。で未来領いきます。はい、ナンバーズ以外の、ランク4モンスターで、未来王ホープからの未来竜王ホープ。さあまあとりあえず、まあ、まだ挨拶程度なんでねこれこの盤面とかまだまだ全然挨拶程度なんで6部衆は。はい。で6部の門の効果を起動しまして、まあ、もう一回カウンターを取り除きますと、はいはいはい、いいですね。この動き何回やったらいいのかな分かんないけどなんか無限にやんなきゃいけないんだよな。で、キザンを特殊召喚していく。で、さらにカウンターが乗っていく。でこれフーマ召喚してでさらにカウンターが乗っていく。で支援出していく。ダブル支援きた。ちなみにね、新6部衆シエンさん、これ魔法トラップカード無効にできる子があるんですけども、これ単位置はついておりません、ね、名称指定のは。自分の、何固有の単位置ついてるんですけど、名称指定の単位置ついてないんで、今魔法トラップカードを2回無効にできます。で、キザンを回収さらにしていく。これ、やばいこと起きてるな。ちょっとこれ、あれだな、発明邪魔だから、これこっち側に1回移動する。あんまりなんか関係ない気がするけど、6部衆の軍大将を、はい、こうしまして、でさらにキザンがもう1回出てきまして、でさらにカウンターがまた取り除かれまして、何回効果使うんだよこれ、やばいだろ、何回これキザン過労してる、これキザン労働基準法に違反してるだろこのデッキ絶対に。さあまた、再びですね、これ、ね、
旦このサーチだけ、サーチっていうか、カウンターに存続効果を使っといて、はい、はい、で、キザン回収して、そしたら、もうこれ、軍隊賞いらないので、ウグサにしましょう。さあ、ウグサに変換。はい、こんにちは。こんにちは。さすがウグサ。まだまだ展開するぜ。お前いつまで展開してんだよっつったらいつまで展開しとんねんかすごいよなマジで。はいはいはい。でこれでいいか。はい、で出してでちょそろそろ終わりです。いよいよ終わりがやっと見えてきました。ちょ俺も疲れました。これ回すの回すの疲れました。でマスカレーナ爆弾オッケーで6分のモンド効果もう回収せんくてもいいけどな。別に回収する必要ほぼないけどな。で6進6無臭刻んを、持ってきてこれ、まあ、いよいよ2枚ドローしていいですよという話ですね。はい、でさらに回収やべえ60秒しかねえ残りな言ったろ。だこうやってやってるとさ時間なくなってこれ自分これ結構さ割とまあまあの速度で回してんだけどそれでもこれだからね300秒で足りるわけないじゃんこのデッキ。やばいっしょガチやばいっしょ。もう一枚回収できるな。もう一枚で回収して終わりするわ。はい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  OK で、はい OK エンド。はい何本かんだろわかんねえ。ウーサーの3と支援支援マスカレーナミダユーオンで1,2,3,4,5,6,7 妨害ぐらいですか。7妨害ぐらいですね一応。はい、おっと謎カード来た。マジックラボ。あーはいはい、わからんデッキだ来た。エンディミオンですね。わかんねえデッキだこれ。出ましたリュウ実況チャンネルめっちゃ苦手なデッキ。このねペンディラムデッキはだいたいよくわかってないんでまあちょっとわかんないけど無効にします。でこんなにやるか。雑に無効にしたらあかんか。シエンちゃん貴重だな。貴重だぞシエンの無効効果。エンディミオンデッキだったらちょっと待ってちょっと冷静に考えるわ。エンディミオンの止めどころ誰か教えてくれマジで。マジックビーストマスターケルベロス、こいつやばいな。いやこれさこれバウンスかもうもはや。いや結構バウンスあるぞこれ。バウンスしよう。手札をどんどん減らしていく。これねアドバンテージ稼がれるの良くない気がするわ。なんかこれさだからこうでしょ。もうなんかちなみにほんと手札とか盤面なんて回りきってるんでこれこうしまして、まあ、どうもいいわ。で、トロイメアユニコーンを出します。まあ、手札なんか切ります。はい。で、君のその、ペンデラムスケールは返ってもらう。OK。で、手札残り4枚ね。手札残り4枚。これ、魔法トラップカード、向こう、いっぱいあった方がよかったな。エンディミオンデッキであれば。エンプレス・オブ・エンディミオンいいでしょう。残り29秒しかね。やば。やっぱ残り29秒しかない。やっぱ魔導書士バテルオッケー。これ アポロウーサル無効。バテルの効果とかも余裕で無効。よし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 。ルズラの魔導書無効だろあと手札1枚。いやさすがに止まってくれ。さすがに止まってくれ。さすがにさすがに止まっていただきたい。ちなみにもう魔法トラップカード無効ないんで魔法トラップ発動されたらかなりやばいっす。普通にモンスター号が無効あるけどやばい。あスケールが揃ってしまった。こいつは何をするやつだ。やつは何をする。やつはやつは何もしない。あバトルフェーズ耐えた耐えた。やーべー分かんなくて怖いよ。6部衆の最強初動がこのベイゴマックス君なの若干俺納得いってないけどね。なんか6部衆カードでなんかもうちょいなんとかならないのかっていう話ありますけどね。これねあまりにもねインボーカーとかいうモンスター強すぎてマジでね本当に6部衆新規なんだよね。スピードロイドベイコマックスああインボーカーが許されてるからみたいなとこあるんだけどね。これ6部のモン引いてるの強えな普通に。あとはまたまあ、おなじみ展開キザで引いてんのうぜえな、6部のモン発動キザル引いてっからこれあれだな。キザル召喚しないといけないかな。どっかで
まあでもあれだね、これ一応あの軍大将で支援の道場持ってこれると思うから、支援の道場持ってこれるのであれば多分ね、新六武士支援さんは多分出ると思うんで多分大丈夫だと思います。2体ね、はい、まあ、いた、まあ、あれか、うん、そう2体出るね。でキザルとでイゾルでして、まああとはこっからこうしてイゾルで効果発動、まあ、カギキ持ってくる、でイゾルで効果発動、3枚装備カード落とす、でなんか謎の発明とかいうモンスター出してくる、一応場所ここ。あ、ちなみにこのエクストラモンスターゾーンの左下と右下はね、基本的にはずっと開けといた方がいいです。カウンターが乗るんで、そこに出すと軍大将のそのこのリンク先、このリンク先は絶対開けといた方がいい。で過激送ってまあ支援の道場ですね。こっからはあとはもうカウンターを無限に取り除いて、キザンとなんか師範を無限に出し続けることによって、まあ展開を行っていくという話がありますね。はい、相変わらず時間ねえなこのデッキ。普通に結構早めに回したけど残り40秒くらいになってるんだけど、やばないやばいこと起きとるて。はい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 絶対残り40秒くらいになるやんマジかよ、これでいいか。あ、てかあれだ、あの風魔開始しちゃった。風魔一応破壊耐性あるんだけど、まあいいや。はい、何妨害ですか、またこれ7妨害くらいですか、わかりませんが、さあ返せるもんなら返してみやがれバカ誰が、かかってこいよ。あゼロ妨害ゼロ妨害ゼロ妨害ですゼロ妨害となりました、ありがとうございますは、何こいつマジで、はレベル42体かでオーバーレイだと、なんだこれ、あーやばい、バックザコックやばい、わかオーストラルクリボー入りバックザコックとかゆかしてやばいやつきた。しかもなんかあいつエクストラデッキ1枚しかねえじゃん、何こいつやばい、マジモンのクソデッキだこれ。怪獣入ってないんだよな。ちなみに僕サロセレスとか入れてませんよね。いやそうですよね、やっべえ、ガチでやばいこと来た。ちょっと待って、バックザコックはちなみに、フィールドのカードがこのカードのみの場合、他のカードの効果を打てないという、まあ、絶望的な体制がありまして、まあ、フルアーマードエクシー、フルアーマード、じゃあブラックフェザーフルアーマードウィングみたいな体制がありまして、まあ、怪獣とかサロスエレスだったら処理できるんですけども、まあ、そんなカードは入ってないとちょマジでサロスエレスだけマジで入れるわ、ちょやばい、ガチでやばいこと来た。クソ誰がよ、デッキ切れまで耐久しようってか、執念の続きワンチャンないこれ、デッキ俺これさ、執念の続きワンチャンない、え、これワンチャンあるんじゃね、これさ、もしこれエンドすんじゃん、これ執念の剣墓地送るじゃん、で、これデッキ戻るじゃん、神来た、やばい、デッキ切れ対策できてるこのデッキ、マジ神ゲーよ来た。この相手のドヤ顔ってなんかバックザコック立ててなんかエンドしようとしてきてるけど、これあれだぞ、執念の剣一生捨て続けたら俺デッキ切れしねえぞこれ、来た、いけるかもしれん、マジでこれ奇跡を目の当たりにしてる可能性ないもしかしてだけど、これもしかしてだけど、これは無限にこの動作を繰り返し続けることによっていけるのではないか。いやでもこれ相手これエクソでやったかだよな多分、いやこれマジでやばいな、冥王結界派、あそれは別にいいや、もう何これ、何してくんのこれ、わかんない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 、なに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 、あーキショすぎる、ガチでキショい、ガチでキショい、やべえ
ちょっと20ターンは無理かもしれん。20ターン後は無理かもしれないっす。皆さん終わったかもしれないっす。59ターンやばいだろ。